ルノー・ラビレニ、ルノー・ラビレニ、リノー・ラビレニー、1986年9月18日体は、フランスの男子陸上競技選手、専門は、棒高跳び。シャラント県、バルブジューイコールサンイコールティレール出身。身長177センチメートル、体重69キログラム、男子棒高跳びの世界室内記録保持者、ロンドンをワガネメダリスト。 弟のバランタン・ラビレニ、バレンティン・ラビレニーも棒高飛びの選手である。2007年のヨーロッパ U23 選手権が、ラビレニにとって初めての国際大会への出場であり、この時はゴリ一方メートル0で10位に終わっている。2008年3月バレンシアで開催された世界室内選手権では予選敗退となっている。2008年6月ビルヌーブイコールダスクの 競技会にて残した5メートル65がラビレニの屋外の自己ベストであった。2008年12月セーヌイコールサンイコールドニケンオルネイコールスーイコールボアで開催された室内競技会では5メートル81の記録を残した。3月にトリノで開催されたヨーロッパ室内選手権に初出場し5メートル81のシーズンベスト大記録で優勝した。これが ラビレニの国際大会における初めての優勝であった。5月もゼルケンフォールバックで開催された競技会では屋外自己ベストを更新する5メートル80の跳躍を見せ、ロマン・メニルを破った。直後の6月、ピューイコールドイコールドを向け OBL で開催された競技会で596を記録し、自己ベストを大きく更新した。 その一週間後の6月21日にレイリアで開催されたヨーロッパチーム選手権では6メートル H を記録し自己ベストを更新優勝したこの記録は2009年世界最高記録となった8月の世界選手権では5メートル80の記録を残しスティーブン・フッカー、ベニルに次ぐ3位となった3月の世界室内選手権では2008年大会と 同じく予選落ちとなっている。9月の IAAF コンチネンタルカップでは5メートル90の記録を残し、フッカーに次ぐ2位となった。3月ので6メートル03の大会新記録及び、フランス室内新記録、当時で優勝し、2連覇を果たした。6メートル03を1回目で成功させた後、成功すれば、世界新記録となる6メートル16に挑戦したが、 これは3回とも失敗した。この大会には、屋外、室内の世界記録保持者でもある、セルゲイ・ブブカも観戦に訪れていた。同年8月の世界陸上選手権大会では5メートル85の記録を残し、に次ぐに大会連続の3位となった。3月の世界室内選手権では3度目の出場で、ブラッドウォーカーを抑え5メートル95の記録で、初優勝した。 7月のヨーロッパ選手権では、ビョルン・オットーとの優勝争いが6メートル02まで、もつれたがこれを制し、5メートル97の記録で2、連覇を果たした。8月のロンドン・ゴーリンでは5メートル65、5メートル75、5メートル85を、すべて1回で成功させ5メートル85、終了時点では、暫定1位だったが、オットー、 ラファエル・ホルツデッペのドイツ勢が5メートル91を1回目で成功。一方のラビレニは1回目を失敗したことにより、逆転され、暫定3位となった。5メートル91の2回目以降パスシバーの高さを5メートル97に上げた。1回目は失敗したが、ラストチャンスとなる2回目で成功し、暫定1位に返り咲いた。ラビレニが5メートル97を飛んだトラックでは、 男子の4400メートルリレーが行われており、会場は大歓声に包まれていた。ホルツ・デッペは5メートル97を3回失敗し3位が確定。オットーは5メートル97の3回目をパスし6メートル02に挑戦したが失敗。これにより、ラビレニの優勝が決まった。その後6メートル02に1回、6メートル07に2回挑戦したがこれは成功させることができなかった。 優勝記録の5メートル97は、いつは新記録であり、ラビレニの屋外セカンドベストタイの記録である。ちなみに1位から3位の顔ぶれは7月に行われたヨーロッパ選手権と全く同じであり、優勝記録も同じであった。また決勝で記録の残った12人は全員ヨーロッパの人間だった。フランス人が陸上競技で金メダルを獲得するのは16年前に、 ジャン・アルフィオンが同じく男子棒高跳びで金メダルを取って以来のこととなった。2010年より新設された IAF ダイヤモンドリーグのダイヤモンドレース男子棒高跳び種目においてラビレには2010年から2014年にかけて5年連続で年間優勝を果たしている。2012年の年間優勝者になったことにより2013年。 モスクワ世界陸上のワイルドカードを獲得した。またこれにより、ラビレニは2012年の主要タイトルをすべて獲得したことになった。シーズン終了後、ラビレニはコーチをダミアンイの選手をからに変更した。3月のヨーロッパ室内選手権では5メートル61、5メートル76、5メートル86、5メートル91、5メートル96、 6m01 をすべて1回で成功させ、男子棒高跳びでは初となる大会3連覇を果たした。優勝が決まった後、成功すれば選手別パフォーマンス歴代2位となる 6m07 に挑戦したが2回失敗。3回目の跳躍ではバーは落ちなかったがバーが止まったのがバード目の上ではなくバード目を知る器具の上だったため、 IAAF のルールにより成功とはみなされなかった。2位となったオッーは2012年からすべての主要大会、世界室内、欧州選手権、ロンドン五輪、そしてこの欧州室内でラビレニに次ぐ2位となっている。7月27日、IAAF ダイヤモンドリーグ、ロンドン大会において、自身の持つフランス屋外記録を1センチメートル、上回る6メートルレニーを成功させた。 8月の世界陸上では、弟のと共に、フランス代表に選ばれ、共に決勝に進出した。3大会連続の出場となったラビレには、初優勝を目指したが、決勝では5メートル65と5メートル82を、それぞれ1回失敗し、5メートル89に、バーの高さが上がった時点では、暫定で4位だった。その5メートル89は3回目で成功。 暫定2位と追い上げた。しかし次の高さである5メートル96は成功させることができず銀メダルに終わった。優勝したのはドイツのラファエル・ホルツゲッペで記録はラビレニと同じ5メートル89だったがホルツゲッペはこれを1回目で成功させたために金メダルを獲得した。3位にはドイツのビョルン・オットーが記録5メートル82で入った。 メダリストの顔ぶれは1年前のロンドン五輪と同じであった。9月15日から16日にかけてフランス、タランスで開催されたデカスターという混成競技の大会に出場。自身初となる十種競技に挑戦した。結果は6676点だった。2013年12月21日、フランス。 オルネイ,イコールスーイコールボワの大会で5メートル93をクリア。これは12月の記録としては歴代最高である。1月26日、ルーアンの大会で自身のフランス室内記録を1センチメートル更新する6メートル04をクリア。1月31日、ポーランドブイドボシチュの大会で6メートル08をクリア。1週間前に自身が更新した。 フランス室内記録を 4cm 更新した。この記録は1月の記録としては歴代最高である。6m08 を飛んだことにより、ラビレニは屋外室内を合わせた選手別世界歴代2位となった。パフォーマンス別でも 6m08 は室内世界歴代7位の記録であった。屋外を合わせると世界歴代8位。 2月15日、ウクライナドネツクで開催されたにて、6メートル16をクリア21年ぶりに男子棒高跳びの世界記録を更新した。ポール・ボールト・スターズは1990年にセルゲイ・ブブカによって設立された競技会で、あ、1993年2月21日にブブカが全世界記録の6メートル15を打ち立てたのも、この競技会である。 毎年この競技会にはブブカも観戦に訪れており、ラビレにはブブカの目の前で世界新記録を打ち立てることになった。6メートル1 6をクリアした後に挑んだ6メートル2 1で足首を、怪我、この怪我により同年の世界室内選手権は欠場することになった。8月16日、スイスのチューリヒで行われたヨーロッパ選手権で5メートル9 0を飛び道大会3連覇を果たした。 IAAF ダイヤモンドリーグにおいて、史上初となる5年連続の年間優勝を達成した。9月に開催された第2回 IAAF コンチネンタルカップに2大会連続ヨーロッパ代表として選出され、5メートル80を飛び1位となった。3月7日、プラハで行われたヨーロッパ室内選手権において6メートル04を飛び自身の持っていた。 大会記録を更新して、優勝、同大会4連覇を果たした。5月30日、IAF ダイヤモンドリーグ友人大会において6メートル05を飛び、自身の持つフランス屋外記録を3センチメートル更新した。6メートル05は、マクシム・タラソフ、ドミトリー・マルコフと並ぶ、世界歴代2位、対、屋外の記録である。8月24日、 世界陸上選手権大会では4度目の出場で初の金メダルを狙った。しかし5メートル80で銅メダルとなり、世界選手権のメダルは通算4つとなったが、優勝はまたも逃した。IAF ダイヤモンドリーグにおいて6年連続の年間優勝を達成した。2連覇がかかったリオデジャネイロ五輪は順調に5メートル98まで成功。 しかし 6m03 を成功させた、地元ブラジルのチアゴブラスダシルバに逆転される。ラビレニは再逆転を狙って 6m08 に挑戦するが、失敗し、オリンピックに連覇はならず銀メダルに終わった。表彰式では悔し涙を流している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。